皆さんどうもこんにちは。今回は注文住宅で後悔しないために知っておくべき3つの失敗パターンということで、実際に注文住宅を購入した後によく後悔するポイントについてお話をしていこうと思います。というのも、注文住宅をこれから買うぞっていう時って基本的に楽しいんですよね。だから例えばどんな間取りにしようとか、どんな内装、家具、家電を入れようとか、誰もがそういった楽しいことで頭がいっぱいになっているわけです。そんなこともあってよく家のことを考えすぎて眠れないという人もいるくらいです。ただしそんな状態だと当然自分が注文住宅を購入した後の失敗した姿なんて想像できないんですよ。そしてもし運が悪かった場合、まさか自分がって状態になるわけですね。だからこそ契約をする前に、注文住宅購入後によく後悔するポイントについて知っておくことで、今の状態を冷静に振り返ることができるということですね。特に私は元住宅営業であり、同時に元銀行員ですから、それこそいろんな失敗事例を見てきているんです。そしてそこからたどり着いた私なりの結論は、成功法則は人を選びますが、失敗事例は万人に使えるということなんですよ。ですので今回はそんな私なりの持論に基づいて、注文住宅を購入した後によく後悔するポイントを3つご紹介します。ぜひとも最後までご視聴ください。このチャンネルは元ハウスメーカー勤務で、かつ銀行で不動産の融資担当をしていた私が、マイホーム購入の攻略方法をお伝えするチャンネルです。今現在これまで築き上げてきた人脈を使って、優秀な住宅営業マンとお客さんをつなぐ活動を行っています。積水ハウス、住友林業、ヘーベルハウス、パナソニックホームズ、この4社で気になるメーカーがあれば、お気軽にツイッターから DM もしくは公式 LINE からご連絡をいただければと思います。無料でやらせていただいております。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきます。まずはじめに、注文住宅で後悔しないために知っておくべき3つの失敗パターンなんですけれども、それは1、住宅ローンで後悔、2、立地・住環境で後悔、3、ライフスタイルの変化に対応できず後悔、以上の3つのパターンになります。この3つは本当に多い後悔のポイントになりますので、それぞれ順を追って解説をしていきます。まず1つ目の住宅ローンで後悔ということについてです。これは言い換えると、住宅ローンとそれ以外の支払いを甘く見ていたことによる後悔ということなんですよね。というのも、住宅ローンってだいたい35年組むわけですが、どう考えても今と35年後って状況変わりますよね。だから例えば会社の業績が悪化したとか、金利が上昇して支払いが増えたとか、はたまた子供が増えて出費が増えたというパターンも考えられるわけです。つまり住宅ローンって組むのが当たり前みたいな感覚になっているんですが、よくよく考えてみると不確定要素が多すぎるわけですね。特に今の日本って、これからメンバーシップ型の雇用からジョブ型の雇用に変わっていくわけじゃないですか。だから退職金というもの自体がそもそもなくなる可能性が大きいわけです。なのでよくありがちな、退職金が出たらローンの残債を一括で返済すれば大丈夫なんていう考え方は、今の時代には即していないんですよ。まあ公務員は別ですけれどね。だからなおのこと、将来のことを考えた上で住宅ローンって組まないといけないんです。ただこうやって私の話を聞くと、何言ってんの、当たり前のことじゃんって思いますよね。でもいざ自分が家を買う立場になると、意外と冷静な判断ができず、なんとかなるだろうって思ってしまうんです。なぜなら勢いがあるからなんですね。これすごく抽象的な話なんですが、住宅を購入するときって勢いが必要不可欠なんですよ。それこそいつまでもどうしようどうしようって悩んでいたら、いつになっても家って買えませんからね。でもこの勢いって必要である反面、使い方を間違えると結構厄介で、実は住宅購入に時間をかければかけるほど止められなくなるという副作用があるんです。感覚的には、例えば仕事とかでものすごく疲れて家に帰ってきた時ってすぐに寝転がりたくなるじゃないですか。それで一度寝転がってしまうと起きるのが億劫になってしまって、なかなか起き上がれないっていう経験ありませんか？それと同じで、一度注文住宅の購入を中断してしまうと、もうしばらく打ち合わせなんかしたくないってなるんですよね。いつもお伝えしている通り、注文住宅って打ち合わせにかける時間が膨大なんです。だから余計にそう感じやすいんですね。なので止まれないし、
ある程度の勢いが必要なんです。でもこれが勢いをつけすぎるとどうなるのかというと、例えるなら助走をつけすぎて勢いよく跳び箱にぶつかる人みたいになるわけです。これ伝わりますかね。なので助走はつけつつも、どこで踏切板を踏むのか、これにはある程度の冷静さを保つことができるメンタルと、お財布の余裕を保つことが必要なんですよね。じゃあそれら2つを保つためにはどうすればいいのかという話なんですが、それはメンタルに余裕を持たせるためには、ハウスメーカーをさっさと絞って一社でじっくり検討するということ、そしてお財布に余裕を持たせるためには、手取り年収で返済比率 20% 前後に抑えるということ、この2つを守ることが重要なんです。これらに関しては過去の動画でお話をしているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。ですのでここでのポイントをまとめると、自分の勢いを確認するということと、冷静さを保つための目安としてハウスメーカーをさっさと絞って一社でじっくり検討するということ、そして住宅ローンの借り入れ金額は手取り年収で返済比率 20% 前後に抑えるということ、これが重要ですよというお話でした。続いて2つ目の立地・住環境で後悔ということについてです。ここで皆さんにお伝えしたいのは、間取りは後から変えられても立地は後から変えられないということです。これに関しても当たり前のことであるように思いますよね。でもなんでわざわざ動画にしてまで皆さんにお伝えしているのかというと、土地から購入するとその場所に住んでから分かるということが必ず1つや2つ出てくるからなんですね。だから例えば近隣の人がタバコを吸っていて煙とか、どこからともなくバイオリンの音が聞こえてきて耳障りとか、あとはゴミ捨て場が遠いとかですね、こういうのって住んでみてから初めて分かるというケースが多いですし、何より自分たちの生活の質に直結するんですよ。しかも後々変えることができないので、仮にそこがストレスのかかる住環境であったら、それはもう半永久的にそのストレスに耐え忍ぶしかないわけです。ここで一つ昔実際にあった少し怖い話をしようと思います。その人は自分で不動産屋に赴き、土地を購入した上で住宅展示場に来た人でした。そこで私が接客したわけなんですけれど、そのお客さんが購入してきた土地って割と都心にある土地だったんですね。だからいわゆる狭小敷地と呼ばれる部類の土地だったんです。狭小敷地で家を建てるということはよくあることなので特別問題はないんですが、ただここで気をつけなければならないのが隣地との兼ね合いなんですよ。どういうことかというと、本来建物を建てるときって隣地から1メーター以上離して家を建てなければならないという決まりがあるんですね。でも間口が狭いのに隣地から1メーターも離したら、建物の幅が余計に狭くなるじゃないですか。だって仮に土地の間口が7メーターだったとして、左右に土地があったら合計で2メーター離さなければならないわけですからね。そうなると例えば間取りがうまく作れないとか、思っていたよりもすごく狭くなるとか、そういったことになりかねません。だからこの場合、民法に沿って隣地から50センチの距離に建物を建てることになるんです。ただしこれをするためには近隣住民からの承諾印が必要なんですよ。つまりもし仮に近隣住民から承諾印がもらえなかったら、隣地から50センチの距離に建物を建てられないわけです。これを聞くと少し危機感を覚えませんか。間口が7メーターの土地に幅が5メーターしかない建物を建てるのか、それとも幅が6メーターの建物を建てるのか、どっちに転ぶかで作れる家がだいぶ変わってきますからね。なので私は接客当初から近隣住民に偏屈な人がいないといいなって思っていたんですが、それがまさかの現実になってしまったわけです。というのも隣に住んでいたおばちゃんが家が建ったら困るということで承諾印を押すことに猛反対したんですね。しかも裁判をして争うということにもなって、結局そのお客さんは家を建てるどころではなくなってしまったわけです。そんなこともあってそこの土地では家を建てず、すぐに売りに出してしまったというお話でした。どうですか、結構怖くないですか。この手の話って都心部だと割とよくある気がするんですけれど、結局大金を使って土地を買ったにもかかわらず、精神、時間、体力、これらを削っただけになってしまったわけです。ただこういう話を聞くと、不動産業者が配慮してくれるものじゃないのって思う人も多いと思うんですよね。確かに普通はそう思うと思います。おそらく私も不動産の仕事をしていなかったら、皆さんと同じく業者が何とかしてくれるだろうって思っていたと思います。でも実際は違うんですよね。
不動産業者は土地を売るのが仕事であって住環境を売っているわけではないんです。なので配慮する必要はないし、正直言って売ったもん勝ちみたいな世界なんですね。もちろん中にはお客さん思いで親切丁寧に接客をしてくれて、なおかつ住環境も調べてくれる不動産営業マンもいますが、全員が全員そうではありません。また今話したこと以外にも結構グレーなことを平気でやっている不動産業者も多いんです。だから安易に自分で不動産業者に問い合わせをして動いてはいけないんですよ。下手に動くと一見スムーズに進んだように見えて、後々目に見えにくい部分で大転倒することになるかもしれません。じゃあここでもどうすればいいんだという話だと思うんですが、それはハウスメーカーに丸投げしましょうということですね。これが一番失敗しない方法です。もちろん候補となる土地をスーモとかアットホームで探すのはいいんですが、見つけた土地はハウスメーカーを間に入れて話をしてもらうようにしてください。それなりに経験のある住宅営業マンだったら、この土地ここがやばいなっていうのはすぐに分かりますし、仮に何かしら土地にデメリットがあったとしてもそれをカバーするような間取りの提案をしてくれるはずです。また住宅営業マンに間に入ってもらってある程度話が進んだら、近隣住人に挨拶をするがてら自分で様子を確認するというのもおすすめです。よく購入を検討している土地の朝、昼、晩の様子を確認する人はいるものの、近隣住民の様子を確認する人はなかなかいませんからね。間取りは後から変えられても立地は後から変えられないですから、そこは後悔しないように慎重に行動をしてください。そして最後に3つ目が、ライフスタイルの変化に対応できず後悔ということについてです。これは過去の動画でも少し触れていると思うんですが、実は注文住宅をこれから買おうとする人がよくやりがちなとある行動があるんです。ではそれが一体何なのかというと、それはやたら区切りたがるということです。これは文字通りの意味で、リビングはリビング、和室は和室、子供部屋は子供部屋といったように、とにかく区切って部屋を作ろうとするということなんですね。これだけ聞くとそれの何が悪いのって思われそうなんですが、区切られすぎた間取りってとにかく使いにくいんですよ。どういうことか分かりやすく説明をしていきます。例えばパソコンのデスクトップを思い浮かべてください。デスクトップっていろんなデータが並んでいますよね。それで整理しないとデスクトップがデータだらけになってしまって、どこにどんなデータがあったのか分からなくなるじゃないですか。よく会社で仕事ができない人のデスクトップがぐちゃぐちゃになっていると思うんですけれど、あんな感じですね。だからそうならないためにもフォルダを作って整理をすると思うんですけれど、このフォルダって細かく作れば作るほど今度はどこにどんなデータをしまったのか分からなくなりますよね。さらにデータを整理するときも小回りが効かなくなってしまい、データがしまいにくくなるんですよ。つまり何が言いたいのかというと、家作りはパソコンのデスクトップと同じで、余分なデータ、つまりは部屋を削除しつつ細かく区切りすぎないこと、これが使いやすく変化に対応しやすい家を作る秘訣なんですね。だから実際にインスタグラムとかピンタレストに載ってるような家って部屋があまり区切られておらず広々としているんです。そしてそれと同時にその場その時のライフスタイルの変化に対応できるように空間にゆとりを持たせているんですよね。皆さん気がついていましたか？あとこれは少し余談なんですが、私と同じくテレワークがほとんどの人って毎日ずっと同じ部屋で仕事をしていると生産性って下がってきませんか？だから私もカフェで仕事をしたりレンタルスペースを借りて仕事をしていたりするんですけれど、そこで気がついたのが、環境がモチベーションを作っているということなんですよね。これって例えば眠くはないけれど23時を過ぎたから明日に備えて寝るみたいなもので、要は環境が人間の行動に作用しているわけです。つまり自分の生産性を上げるなら環境づくりが大事で、それは一つ特定の部屋を作るよりも居心地のいい場所をいくつか家の中に作って気分に合わせて仕事の場所を選ぶという方がおすすめですよというお話です。まあ、これは私の小話なので話を戻しまして、とにかく家作り当初はやたら区切りたがる気持ちもわかるんです。だから例えば子供がまだいないのに部屋を区切って作っておくとか、和室なんてほとんど使わないのに変に畳スペースを作って区切っておくとか、こういうのをやりがちなんですよね。ただし私はそういった間取り自体を否定するつもりはありません。それが考えに考え抜いた結果できた間取りならいいと思います。
ただ私が言いたかったのは、今後ずっと住み続ける住まいですから、下手に区切りすぎると逆に使いにくくなりますよということです。意外と最初は区切らず、後々の変化に対応するために壁の補強をしておくというのでも正直十分だったりしますからね。いろんな角度から考えてライフスタイルの変化に対応できる住まいを作ってみてください。ということで今回は、注文住宅で後悔しないために知っておくべき3つの失敗パターンということでお話をしました。皆さんぜひとも参考にしてみてください。それではまた次回会いましょう。バイバイ。